転換いつもやってるんですけど、これずっと僕もねやってるんだけどできないの、あの難しいの、これすごく一番難しい技なの、やってんだけどできないの。それ何が難しいって、いろいろ考え方があるからね、あのなんていうのかな、まあやってるうちに分かります。50年間やってる人ができないって言ってたから、いや多分できないなかなかできないんだよねこれはすごく難しいの。あのね、基本はね、ここにいたらやられちゃうんだから、ポカって。だから基本は姿勢をまっすぐで、彼に関係なく、関係 あるなし関係ない、彼関係ない、で彼の視覚に入る、で姿勢まっすぐでリラックスしてる、こういうとこで何でもできる、ここ感じてる、ここね、ここ彼触ってんのね、感じてんの、どういう力入ってるかって感じてんの。俺普通は彼は受け身の立場だから、こうやってやってやられたままなんだけど、普通はこれ引っ張り込んできたりしてボカってくるのね。 でも稽古だから、転換の稽古だから、転換の形でこうやってやってる。で次は何かやってくんだけど、まあこれで終わり、これで終わり、これで自分がリラックス感じてる、彼感じてる、でどこにいるか分かってる、で視覚に入ってる、で姿勢まっすぐで対応できるように感じてる、それすごい大事ね。だからあのこうやってこういうとこ行っちゃったらピー、ね、普通にしてこうで姿勢で感じてる、それ大事、視覚に入ってるね。じゃあやりましょう、どうぞやってください。展開するでしょ、展開して感じてるんでしょ、感じてで普通は引っ張り込んでこうやってパッとしてボカってくるのね。でそれを引っ張り込まれる前に転換して感じてる、で自分のこうやってくると何もしないで倒れちゃったんです。そういう風にやりたいわけで、 この手をやっつけてるんじゃないの、全体、この全体見てるので、四角に入って普通にで、ここ感じてるの、そして自分がまっすぐこういうふうに立ってたの、そしたら自分のおへその前にいるの、彼ね、足自由、体自由、精神自由で引っ張り込む、普通は引っ張り込んでボカってくるんだけど、やられる前にこう四角に入ったでしょ、四角入ってる、やられる前にこうに、はい、変わってきたの。でここでやると普通やりがちなの、ここで持たれてからここで やりたくなっちゃうの、じゃなくて体全体でこういうふうに手関係ない、ここ関係ない、それで上ね、これ上、これをほら上、これ上、ほら勝手に倒れちゃったの、僕何もしてないよ、だけど位置がいい位置、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 位置がいいから倒れちゃった、そういう感じね。で上、これ上、上、まあ上で下、こういう感じ、それと下やってるのね、こう来た時に下、まっすぐ下、下、こう待て、まっすぐ、彼関係ないの、自分の下こうやってピュンって切り切る、巻き切ってることあるかもしれないけど、巻き切ってるのと同じ、ま、巻き割りしてるの、こうやって巻き割り、こうやって、ね、巻き割り、そうすると倒れちゃう、はい、関係ないの、はい、で上だったらこう、下だったらこう、下だったらこう、で、まあ、正中線ね、正中線、こっちの時はこういう風に回ってたんだけど、こっちの時は転換して正中線、こう通す、彼合力で向こう行っちゃう、そういう感じね。じゃあ上と下つけるんでしょう、どうぞ、みんなこういうとこで、こう触ったとこでやりたいの、こうやって、こうやって、この力を作用させたいの、彼にこの力ね、パテパテじゃないの、これハンプロだからね、刃物をこうやって振ってるのと同じ、自分の姿勢まっすぐ、刃物だから、この手刃物だから、こんな手力で止められちゃってんだから、パッ、こう止められちゃってんだから、これね、これは刃物使いたいわけ、この刃使いたい、歯使うためには自分の力抜いて、いい位置入って、ピュンって、ほら、ほら、ほら、これ刃物を先に出てたら、
パタッと止められちゃうんだよ。パッ止められちゃってるんだって、できないの。刃物の刃を使うためにリラックスしてまっすぐで上から下切ったの。パテンパテンパテン刃だから肉体でこうやってやってるんじゃないの。肉体でこうやってパテン止められちゃってるんだから、刃物使ってほしいの。こうまっすぐしてこうパンこうやって持ってるの。パテン、そういうつもりでもう少しやってみようか。下もそう、下もこうね、ここ切ったんだけど、ここ切ったんだけど本当はこうやってやったけど、ほら止められちゃうでしょ。待て、だからこっち切ったのかと。知らねえよって、知らないよって、自分の姿勢を正すために。だからあんまりぶつけてないの、こうやってぶつけて、ぶつけて、足切ってないの、足切りに行ってないの。こうやっていい位置入って下下げた。だからここでぶつけて相手の方やらないでね、あのそれが練習だから、あのどうしてもみんなこうやってこう触ったとこでやりたいのかと。俺が癖だから刃物を使って、刃物持ってるつもりでこう刃物使ってね、ピュンって、そういう感じ。じゃあもう少しやってみようか、ね、こういうとこでやりたいのね、みんな肉体で、肉体で。で場所探しの旅ですって前に言ったことあるんだけど、場所なのはね、あの こういうとこであの足自由にしてるとか精神自由だとか、そう自由にいろんなとこ行けるの。こうやってこうやってさよならってできるし、こう全体ここに例えばさ、こうやってこうやって切ってやろうと思って、こうやって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 たんでね、このまま切っていこうとすれば止められたままやらなきゃいけないの。ただすごい大変、これ止められちゃったんだから。でもね、こうやって止められてきた時に、ああ自由ですよってやればここにできるの。あのやり続けないの、行き止まりだから乗り換えなきゃダメなのね。やり続けたらこうなっちゃう。ああってこうなってやりた、もう鼻水出ちゃうぐらい大変なのね。だからねやり続けないで乗り換えなきゃダメなの。線路乗り換えるの、バカってバカって乗り換えるの、バカバカで乗り換えてポカってやるとかさね、バテバテしたあもじゃあ反対持たれちゃったらやめたってこうほらこうやって、こう足自由だから、足好きなとこ行けるのほら。ここがこれやり続けるって予定通りこうやって予定通り思い続けてたらやらざるを得ないんだよね。止まんないんだからずーっとやり続けてんので、バカみたいでしょ。だからうまくいかなかったらすぐやめんの、人生と同じ。結婚してうまくいかなかったらやめて違う人乗り換えな、そういう大事なのそれね、そういう話よ、そういう話なのね。あんまりそういうこと言ってまあそういう話じゃあ姿勢まっすぐで、ね、やり続けないことなの。いや、あいけねえ、甘いや予定が狂っちゃったらほら、こうやって自由だから、こっち足とか精神とか、まあ精神が一番自由なんだけど、あのそれの練習なの。だから自由にする練習なの、自由を求めてる。これ不自由、すごく不自由、これ止められちゃってるんだから不自由でしょ。で動けないの、それは自分、なぜ精神が止まっちゃったから、やり続けようとしてるから不自由になっちゃったので、自分が不自由にしてなっちゃったじゃなくて、やりつけ、ああ動けがねえんだよ、寝たんだよ、やめたんだよ、そしてこう出たんだよ。そういうのを学んでほしいわけ、合気道でね、それで普通は足とか腰とか、ね、自由だからこう足自由で塩投げとかやってるの、次大体塩投げやってるの僕の場合はね、こうやってきて取りに来たの、全然関係、取りにしたけど こっちの方が大事、こっちの方が大事、それでこっち隙間見えた、だから入った、ポカッとやった、で
自由なの。こういうところにとらわれてないの。こう四角でこうバッてやったのね。で足とか腰とか自由なの。で普通は、まあ、四方投げだからね、上半でいくとこうやってグーってこうやって待ってんの。こうやってやられちゃうの。パーッてやられちゃったらやらんだから、この手で来ないように、そして回るの。そういう話ね。それから四方投げはこうやってやってると壊されちゃうの。これだからこうやって来たら彼女は曲げてやばいから、こうやって曲げて自分をプロテクトするの。このまま行ったらやられちゃうから、これね、伸ばされて腰入れたら終わり、肘壊されて終わり、でもう終わりちゃうの。だからこういうふうに回ってたの。だからそこをこういうふうに利用して入って、そういういろんな出会いっていうのいろいろあるんだけど、まあそういうことでね、要は足、精神、こういう取りに来た、ここに行かない、ここに行っちゃうと囚われちゃうから、自由、こっち自由、こっち全然自由、自由でポカッポカッね、そういう感じ で、どっちでもいいから、あの表でも裏でもいいから、ちょっと自由で足こういうとこ自由にして、精神自由にして、そういう練習ですからね。じゃあ四方投げ形でやってみましょう。これ四方投げってね、形いろいろ考え方なんだけど、要は振りかぶってくるなの。振りかぶってギュッて、これだけなの。これやってんの、これで気にしないの。来た時に振りかぶってピューなの。振りかぶってピューなの。こうただそれだけなので、それを相手の手があるから妨害してくれてんだよね、彼女ね、僕のことね。妨害してる通りに妨害して、妨害で返すの、妨害通りになっちゃうの。でも振りかぶってピューだけ覚えとけば、振りかぶってピューなの。もうこれじゃないの、振りかぶってピューなのね。さっきいろんなこと言っちゃったけど、間違ったんじゃないんだけどね、防御反応利用しろとか、なんかそんなこと考えないの。ただ振りかぶってピューね、来たら振りかぶって向いたらピュー、それだけしかやってないの。あとはあの少しずつやってるうちに、いろんな相手とやってるとかそういうことで覚えてくるからね。最初は振りかぶってピューだけ、気にしないで、取りに来たら気にしないで振りかぶってピューなの。これだけ姿勢まっすぐ、ただそれだけね。じゃあ少し今手を投げでね、振りかぶってピューって言いましたけど、要はここの振りかぶって、正中線ね、正中線に振りかぶって、正中線に下げてきた。正中線ってここね、これレールなの。だから例えば巻き割りでも何でもそうだけどさ、へその前でやってんの。こっちないの、これ正中線からずれちゃったからね、これ力入んないの。力っていうのは管理ができないの。何しろダメなの。正中線で、何でも正中線、こう回ってきてもほら、これは回ってるけど、いつも正中線にあるのね、これ手っていつもへその前なの。そういう練習なのね。だからこっぴ振り返ってピュッてやれって言ったんだけど、振り返ってこうやって振り返って、これダメなの。だからこうなって振り返ってピュッなの。でこれいつも正中線にある、そういう練習ね。そこのとこ覚えておいてね。今度はね、じゃあこれ今こうやったのね、持たせたのが、持たせても大変なんでしょ。でこっちの手使いたいの、使いたい場合、ここ切っちゃうの、ほら切れちゃう、自然と重ならなかったら切れないよ。持って重ならなかったら切れないの、これ手切れない。でも重なると切れちゃうの、自然と。こうやって何もしなくても、こうところと重なってくると、ほらこうやってやると切れちゃうね。でこうやってやって重なるの、重なったの、で切ったの、でこうまっすぐ上げるので、さっきこっち入ってきたの、隙間見えたからな。今度は足変えるの、こういうふうに、そうするとこうなってきて、こうなって、こっちこうなって、こうなって、切り身投げのねみたいなことができるの。重ねてピュッて切る、重ねてピュッて切る、こうね、切った、こう切れたよね。
そしたらまっすぐ上げるの。こう相手のこんにちはっていう感じ。こうやってこうこうと、ただこうやってやってるだけ。まあこれもまあこう切って切ってね、ピュってこうピューなんだけどね、ピューなんだけどね。その練習、さっきはこのままつなげたままこういうふうに回ってきた。こういうふうに今度は切ってこういうふうに、そういう感じ。じゃあやってみましょう。どうぞね。